皆さんこんばんは。ライブ映像をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めまして水根しおり子役小泉萌香です。はい、宮テイラー役内田修です。はい、ショーランジ役ホームタキナです。たった先ほどライブが終わりました。終わりました。ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったね。すごい、もう燃え尽きたね。燃え尽きました、うん、抜けた感じ。結構リハとかもね、ずいぶん前からずいぶん前からやっておりましたから、ね、私たち乗り越えなきゃいけない壁がいっぱいあったね。いっぱいあって結構、まあ、不安な気持ちもさ、うん、あったけど、あった。でも本当に3人だからこそ私は乗り越えられたと思う。支えられました。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。愛です。本当。まあでも改めてこうライブイベントを振り返ってみると、一番何が印象深いかな。私ソロダンスコーナーがさ、どんなその声優のお仕事をさしてきてもさ、多分ライブとかはあってもダンスだけをやるってなかなかないんじゃないかなって。確かに。でラブライブの中でも結構初の試みっていうのを聞いてたから、マジはなんか。私はさ、ライブ部分が盛りだくさんすぎてさ、めちゃくちゃ盛りだくさんだった。激しい曲ばかりでしたけどね、うん、それがもうやっぱ駆け抜けた感じがすごく駆け抜けた良い衣装じゃなくてもう開けろーい。いや、それあったあった。あった。なんかさ、MC の時さ、やっぱ私たち似合うじゃん、うんうん、いや、顔汗びっしょり頑張った。うん、そうね。本当に頑張った。それも本当に。そう。でもね、ボリューム1から、ね、ボリューム3まで見てきてね、キャストのみんなはね、そのメンバーと一緒にすごく一緒にステージに立ってるっていうのがすごく印象深くて、私もミヤちゃんと一緒に立ちたいと思って、それをすごい今回は心に入れてステージに立ったかなっていう。ミヤちゃんだったよ。アイドル超かっこよかった。本当にあれ客席で見たね。いや私もあれ後ろでさ客席でいるんじゃなくてさ、本当客席で見たかった。ね、でもさ結構虹学のメンバーは、とにかく楽しんでっていうことをね、伝えてくれてたから、私もすごい実は緊張しいだから、楽しもう楽しもうって思えば思うほど結構逆に楽しまなきゃになっちゃって。っていう感じではあったんだけど、こう自分が楽しむんじゃなくて、みんなと一緒に楽しもうっていうのをね、意識して挑んだところ、今までで一番落ち着いてて楽しかったかも。今までも楽しかったんだけどね、当然。なんかせっかくまあこういうね、あのみんな見てくださってますから、みんなしか見れないような裏話とかちょっと教えてあげたらいかがかなと。あのさ、一個触れるの忘れてた。まあ触れなくてもいいかっていうね、話だった。待って、どれだ。あの結構さ、思い出せるやつある。そんなにある。結構どれだろう。私が一個思ってるのは、ちょっとお二人の叫び、実は盛り上がっていこうって。あ、言い忘れてたわ。そうだ。ダンスパートのとこでね、私たちがそれぞれ あの日本語じゃない言葉で言うパートがあるんですけど、実は私、麻婆豆腐食べたよって言いました。どういうことって思うよね。語尾をなんちゃらかちゃらって上げたら、何言っても盛り上がる。それをね、検証したかったんでね。その説をね、ちょっとね、どうなんだろうって。で、私は、Day 2は、今日みんなおにぎり食べたかーいって。レイツーはほんと何言ってるのか分かんなかったわ。分かんなかった。でも私はライスボール的なことでさ、なんかちょっと思った。ライスボール今入ったなとは思った。気持ちね、そのデイ2はあのライスボールとその麻婆豆腐を麻婆豆腐って言うんですけど、ちょっともしかしたらワンちゃんわかるかもっていうヒントを入れた言葉にしてみました。そうそう、お互いね。でも中国のファンの人気づいてた。それそう、そうなんだ。そりゃそうよ。お前何言うとんねん。わらわらって。そうだよね。はい、言われました。中国のファンの方たちは気づいてましたね。あとはまあ、今回ね、ライブを乗り越えて、今後夢とかあります？でも何度も言ってるけど、やっぱり海外ツアーしたい。行きたいです。でもリバースでしたいしたいって言ってたけど、せっかくだったら
自覚もひっつれてゴーみたいな。おーいいじゃないですか。自覚ね一緒にさ行っちゃいたい。行きたい。一生的にそこをやりたいな、うん、いみんなでね。そうだね、もう強い仲間がいるんだもん、うん、お英語なら任せて。そうでしょ、中国語なら、うん、もうあのアジア圏と英語圏行きましょう、うん、行こう行きます、うん、そして私はどうだろうな。でもさツアーがしたいです。おあ海外じゃなくて日本でも。日本の国内で。国内でまずはちょっと日本中を旅したいです。いいね、したい ね, ね。しかもさメンバーが多いからさ、いろんなメンバーがこう凱旋できそうだよね。確かに、ね、確かに。それも楽しそう、はい、行きます。待っててください。じゃあ最後に見てくださってる皆さんにね、一言行きたいと思います。はい、はい、ショレンジ役のホーミンことホーム滝名です。まあリバースのね映像を見ていただいたと思うんですけども、これからも虹学どん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 展開していきますし、たくさんのときめきがワクワクが待っていますので、ぜひこれからもたくさん応援していただけると嬉しいです。ありがとうございます。今日はねご覧いただき本当にありがとうございました。そして、ね、ライブを終えてね、あの最初はちょっと自信がなかった私ですが、うん、皆さんのおかげでちょっとね自信を持てるようになったので、ね、2人のおかげでもあるんだけどね、うんうん、でこれからもいっぱい頑張ってあの行きたいと思いますので、引き続き虹学の応援どうぞよろしくお願いいたします。ご覧くださってありがとうございます。私たちのことね知らなかったっていう人もあの楽しんでくれてたらいいなっていうふうに思います。まあ、私たちもね虹学のメンバーなのでね、次会う時は12人でだったり、またユニットライブもやりたいね。やりたいね。すごく楽しかったのでね、しみんなのユニットライブもまた見たいなっていうふうに思いますので、これからもねライブだったりイベントだったりたくさんの場所でね皆さんと会える機会があると思いますので、その時はぜひ応援してくださると嬉しいです。以上リバースでした。